ヨハン・アンドレアス・マレーヨハン・アンドレアス・マレーは、スウェーデン生まれのドイツの薬学者、植物学者である。薬用植物に関する著作で知られる。ストックホルムで生まれた。父親は、プロイセン生まれの、神学者、説教者で兄弟に、歴史学者のヨハン・フィリップ・マレーとベステロースの大司教となったグスタフ・マレーがいる。1756年から、ウップサラ大学で学んだ。 リンネの講義を受けた一人である。1760年にドイツのゲッティゲン大学に移り医学の学位を得た。1769年にゲッティンゲン大学の教授、植物園長に任じられた。植物園で当時の植物学者に関心の高かった薬用植物の薬効や調整法を研究した。薬学の分野の著作に六巻のアペラタスメディカミニウムがあり。ガーリ 最終末期の出版は没後となった。フルタイトルは、アペラタスメディカミニウムタムシンプリッシュムクオム、プロパラトラムイコンポジトリウムインプラクシオズアジュメンタム、コンシダラタスで、当時の薬草学の集大成の書き物である。スウェーデンの医師などの著作をドイツ語訳したことでも知られ、七百七十四年に、リンネの自然の体系の十三版を、自らの序文をつけて、 システマベジタブイリウム、植物王国の体系のタイトルで出版した。未完化の植物の属、月吉属の学名に、懸命された。マレーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハン・アンドレアス・マレーを示すのに使われる。ありがとうございます。